はい、皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。前回で、前半部が終了いたしました。で、今日から後半に入りたいと思います。何ですか、早すぎるから待ってください。ぼつぼついきましょうね。今日で第おそらく第15回じゃないかと思いますけど、後半の最初の小説から4小説目まで入りたいと思いますね。で、前回までのと今日からの文ですね。前半と後半に入ります。前回が前半ですね。で、前半が異端長なんですね。異端長で後半が異調長、転調されるんですね。異端長と異調長は平行長と言います。で、前半部は部分的にフリギア戦法と言いましてね、スペインの戦法が出てくるんですね。非常にスペイン色が強い前半部はですね。で、後半部からは明るくて、一般的なヨーロッパの曲になりますかね、という感じですけど、後半のところ説明しましょう。これでですね、一番最初のところはこれ2通り、まず選択肢、運指がですね考えられるんですけど、これはできる人とできない人がいますので、できない人は、別の方法ですね。後でちょっと説明します。まずこれを試みてできない方はもう一つの方法を取りますから、ですね、一番最初ですね、ここ、A コード、ラドミの和音なんですけど、ラとドのシャープ、ミですね。で、ここをですね、私の場合は、制覇を持っていきます。ただ、もう真ん中の制覇なんですね。で、どういうことかというと、1弦の開放弦を使いますので、全部制覇するわけにはいかないので、ここで1弦だけ浮かすんですね。この制覇は前半部でもちょっと一回出ましたけど、ちょっとお見せしましょうか。見えますかね。こういうふうになってですね、一弦側が少し浮いてる状態ですね。あと2、3、4弦を押さえてる状態なんですね。で、これはですね、ここの関節がこういうふうに曲がる人でないと、ここの関節ですね、こういうふうに曲がる人でないとこれを押さえられないんです。ここは曲がらない、こういうタイプの人はちょっと難しいですね。ここが曲がる人はこれを試みてください。そうするとですね、運指が非常に楽になってきますので、ちょっと弾きますと、まずこれで1弦トレモロの5弦親指が4弦、2弦4弦となります。あとこれを押さえたままで、次にですね、中指と薬指が、中指が2弦の3フレット、薬指が3弦の4フレットにきます。こうなんですね。で、トレモロは2弦に移って、3弦親指が3弦4弦となります。で、その次に、このまま押さえたままでこの中指と薬指を離すと、こういう風にできます。これ押さえたままです。で、5弦4弦3弦4弦ときます。で、次にまた中指と薬指が来てこうきますね。で、1弦に戻ってこれで第4小節まで、後半の第4小節までですね、これで来るんですけれど、これができない方、一般的にはですね、一般的にはこちらの方です。人差し指が4弦の2フレット、それから中指が2弦の2フレット、こうなります。で、その次に中指がこっち側にずれます。3フレットの2弦の3フレットにずれて、薬指が3弦の4フレット。で、この後ですね、ここを倒してもいいんですけど、倒す方法もありますけど、そのまま中指こちらにまたずれ込んでですね、2弦の2フレットと
あと人差し指と中指はこのまま倒して、これは正反になりますね。これはまあよくあのフォークなんかのですね、 A コードなんか押さえるときに使う形なんですけれど、こうなります。でまた中指がこちらに出てきて、薬指が3弦の4フレットに来て、で次に、最初と同じ1弦の開放弦、もう一小節、これで、4小節、前半の4小節まで来たんですね。2通り一応、提示しときます、皆さんに、できる方でやってください。ここが曲がらない人、苦手な人は今のように後半の方の中指がずれて、またずれて、こう、あるいは最初に教えた、こちらの方向ですね。一応この2種類の方法をお伝えしておきます。後半に入りました。後半は、トータルで16小節ですね。前半の20に対して後半は、4小節少ない、まあ、16小節というのは、まあ、一番一般的な音楽の形、 4×4 四四16小節ですね。後半はこの後、まあ、正波が出てきます。正波と指の拡張ですね、指を広げないといけない。これはまた次回ご説明いたします。では、後半に入りましたけど頑張ってください。終了いたします。